大高取山到着しました。3700、3000じゃなかった。プンです。今日は小布施駅に来ました。ここから大高取山、桂木山、ゴンズー山を登っていきたいと思います。今年もあとわずかですね。牛年もあと少しです。牛年にちなんでゴンズー山に登ります。それでは出発します。歓迎、四季の花と香りの町、小布施。渋沢平九郎、めちゃくちゃかっこいいですよね。素敵です。現在地はこちらになります。こちらからぐぐーっと大高取山に登っていきます。次に向かうのは桂木観音、桂木山ですね。その後ゴンズー山に登っていくという今日の山歩きです。梅林、今日もよろしくお願いします。小布施神社に来ました。こちら小布施神社です。よろしくお願いします。こちらから本格的な登山道の開始です。まずは高取山目指していきます。こちらのルートは初めて通るので楽しみです。高取町あと到着しました。よいしょ。大きな樹木がありますね。スダジーです。2本って書いてある。スダジーが2本、スダジー2本って書いてありますね。それでは次にどんどん向かっていきましょう。たくさんのハイカーさんたちがいましたね。とてもにぎわっていて楽しそうでした。いや、今日は結構寒い日なんですけれども、とてもいい汗かいてるので気持ちいいです。西山高取到着しました。子たちが可愛かったですね。元気いっぱいです。西山高取からの景色も綺麗です。それでは幕岩展望台目指します。こちらには小さな沢がありますね。シダ植物がいっぱいで気持ちいいです。幕岩あと 400m ですね。頑張って向かいましょう。こちら幕岩ですかね。とても大きな岩が切り立ってます。幕岩展望台のコースは初めて来るのでとても楽しみです。あ、書いてありますね。幕岩、幕岩ですね。こちら幕岩になります。こちら幕岩展望台です。では向かいます。幕岩展望台到着しました。イエーイ。あちらに見えてるのは西山高取です。あちらにぴょこんと霧の上からぴょこんと顔を出してるのが筑波山です。あとサンシャインが見えてます。絶景です。あ、気持ちいい。休憩しよう。それでは大高取山目指していきましょう。大高取山到着しました。3700、3000じゃなかった
全然違う富士山。大高取山到着しました。376m です。イエーイ、絶景です。今日はおやつにスローバーのチョコバナナクッキーを食べていきたいと思います。それで最近寒いので家であったかいホットココアを入れてきました。先ほど幕岩展望台で少し飲んだんですけれども、激熱でした。嬉しいです。寒い冬にはホットがいいですね。とか血が見えるかなと思ったけど、ああ、ね、それ右の方ですね。ちょっとガスっちゃってますもんね。あ、そうなんです。幕岩展望台からなら、ああ、じゃあごゆっくり、はい、失礼します。葛城観音目指していきましょう。こちらの道は広々としてて歩きやすい道ですよね。よくトレーラーの方とかもここはよく走ってる方いますね。葛城山到着です。眺望はありません。それでは葛城観音目指します。葛城観音到着しました。日本最古のゆず、葛城ゆず、かっこいいですね。いい香りがするなと思ったらちょうどなってます。かわいいです。葛城観音展望台はたくさんの配管の方たちでにぎわってました。皆さん楽しそうでしたね。ゆずの里ウォーク、もろまるくんです。こちら葛城峠です。諸山市街の方に向かっていきます。車道に出ました。ではここからゴンズーさん方面向かっていきましょう。このような細めの道を歩いてます。こちらコンピラグー様ですね。こちらは巨木、めっちゃでかい、かっこいいですね。あ、こちらに看板がありますね。コンピラ様のすだじ、先ほども高取城跡ですね。巨木が2本って書いてありましたけど、スダジはブナ科の植物で、ああ、やはりスダジという種類なんですね、木の。かっこいいですね、スダジは。かっこいいです。コンピラ様のスダジです。はい。こちらがコンピラ様のスダジーです。ありがとうございます。こちらからゴンズー山がよく見えます。これから登ります。よろしくです。ずっとしばらくヤブです、はい、ゴンズー山はゴルフ場のところにあるんですよね。今のおじさんも結構苦労したようで、まずはこちらの階段を登っていきます。道なき道を行くって感じです。テープがありますね、嬉しいです。やっと平坦になりましたが、序盤は急斜面ですね。あれは相当な急斜面です。何か
ここら辺までやってきました。テープもたまにあるのでちゃんと確認しながら来てます。頂上ら辺のゾーンに来たんですけど、どこですかね。あそこにリボンが、あそこかな、あそこかな、ここにリボンがありました。ここにリボンが分かりやすいです。ゴンズーさん312メートルです。嬉しい、来ました、ありがとうございます。疲れました。標高っていうよりも急登と道なき道を行くのは大変です。ちょっと休憩します。嬉しい、牛年に来れてよかったです。山頂は眺望はありません。ゴンズー山山頂でこんにゃくゼリーで休憩です。それではゴンズーさんを出発します。そちらの方面から下がってきました。こちら最初に登った階段のところです。行きと帰り微妙に道が、どうしても同じ道歩けないもんですね、道がないと。ゴンズーさん無事下山できてよかったです。今日は越生駅から大高鳥山、葛城山、そしてゴンズーさんですね、登ってきました。まず最初に幕岩展望台までのルートは初めて行くルートだったんですけれども、高取山や西山高取のようなカラーとちょっと違ってシダ植物や沢などがあったのでまた楽しめました。それで幕岩展望台ですね。その後はゴンズーさんの方面を向かうんですけれども、その途中でコンピラ様がいらっしゃいましたね。そこに巨木のスダジーですね。スダジーはあの高取山にもありますよね、高取城跡のところに。とても立派で圧倒されました、かっこよかったです。その後に向かったのがゴンズーさんです。牛年にちなんで頑張ってゴンズーさん登ろうと思ったので今日は登れてよかったです。最後まで見ていただきありがとうございました。こちらからも登ってきた山々が見れて綺麗ですね。宇宙長瀬駅到着しました。